無事に、ですね、政党名の変更が認められました、千葉県選挙管理委員会ということで本日付で、届け出をいただきまして、まあ、朝もですね、なんか書類の受け取りを拒否すると言ってたのが、急に書類だけを受け取らせてくださいと、こういう方針もちょっと電話で変わってきていますので、今日変わったところはね、NHK から自国民を守る党、党首が NHK をぶっ壊す。元 NHK 職員が NHK をぶっ壊す。ということで、千葉県の県庁前にやってきております。後ろにはね、自由民主党の、ちょうど千葉県の支部、あの本部かの支部かなんかあるようですが、無事に、ですね、政党名の変更が認められました、千葉県選挙管理委員会ということで本日付で、届け出をいただきまして、旧名称 NHK から国民を守る党、新名称 NHK から自国民を守る党ということで、本日令和2年12月21日に、受理をされましたので、正式に政党名が変更になったことをご報告させていただきます。で、この後ですね、これ千葉選挙管理委員会にまずこれを出してですね、その次に、総務省の方に、まあ資金、政治資金規正法の関係を出してですね、で、さらには同じ総務省の中にある中央選挙管理委員会、これ千葉選挙管理委員会なんですけども、中央選挙管理会、管理委員会というところに、さらに略称の届け出を出して、さらにはまた再度それが終われば、政党助成法の関係でまた総務省に、書類を出すと。で、略称が関係しているのは公職選挙法の86条のですね、まあ、いわゆる中央選挙管理会に出すものと、あと政党助成法の6条か7条だったんですけども、に規定されている略称、この2つがですね、ネックになってきます。見ての通りですね、 NHK から自国民を守る党ですから、略称は略称は自民党でできるんですね。略称というのはまさに4点字のごとく略するわけですから、長すぎるので略するということです。で、まあ、これ舐めてるのかふざけてるのかということをいろいろと言われると思うんで、まあ、過去の動画でも YouTube でもやってますが、まずですね、過去に、類似の名称がですね、できた経緯があって、その時に総務省は、まあ、これ田中康夫さんの出した質問主意書なんですけど、10年前に民主党が政権取ってました、例えば本物の民主とかまともな民主とかいう党を政党要求を満たす5人以上、あるいはまあここ5人以上だけじゃなくて 2% いった取った政党がですね、作ったら略称民主で届けられるのかと総務省に聞いたら、その通りだという驚くべき見解だったと。要はもう10年前から民主党っていうのが2つできたら、それは認めると、略称については。同じように理論的には、今後結成される新党が略称民主や自民などを名乗ることも可能と同じく懸念を表明しているっていうことで、もう10年前からこの問題は、浮き彫りになってるんですよ。で、10年前の話かって言ったらそうじゃなくて、今年の9月にも同じ問題がすでに発生していて、毎日新聞の記事、9月22日、立憲国民の政党、略称いずれも民主党ということで、結局今の立憲と国民民主党は民主党という略称を届け出て、それを総務省は受理しているということです。で、総務省の見解は、名称及び略称と同一または類似の名称及び略称の使用は禁止されていない、法律上ね。で、届け出の受理に関する裁量権の行使は認められていない、いわゆる総務省にどういう略称でやるかについての拒否する権利はないと。で、中央選挙管理会は同一または類似の名称及び略称を有する2人以上の議員数要件または得票率要件、うちはここですけどね、ぬここはに該当する政党その他の政治団体から名称及び
役所の届けがあった場合でも当該届けを受理せざるを得ないって書いてるんですよ。受理せなきゃ仕方がないっていう意味ですよ。なお現行の公職選挙が改正されない限りにおいては今後も同様の事案が生じた場合でも同様の対応を取ることとなるということで、これが、今から10年前、平成22年4月27日の質問主意書への答弁書になっています。で、質問主意書っていうのは国会から内閣に、いわゆる立法府から行政府に対して質問をすると。で、それに対してこの答弁書っていうのはいわゆる行政から立法への回答ということで、強く糾弾してますよ。これお前たちが作った法律じゃないかって言ってるんです、総務省は。もうね、開き直ってます完全にね。なんて書いてるかっていうと この覚悟を問うのここか、そこか、これかな。はい、公職選挙における名称及び略称に関する制度については昭和57年に議員提案により設けられたものであることから、その制度を変更するにあたっては各党各会派において十分にご議論していただく必要があると考えていますということで、知るかいと。これは総務省の方から作った法律じゃなくて、お前ら国会議員が作った法律なんだから、お前ら国会議員の方から改正案出せということを総務省が10年前に開き直ってるんですよ。ところが今もその法律を改正せずに、法律を改正せずに10年前と3ヶ月前と違う判断を総務省がしてきたから、おいおい、法治国家なんですかこの国はと。民主党同士はまあいいけども、自民党と NHK から自国民を守る党に関しては政党の大きさが違うから、総務省の人間は自由民主党に忖度したということが言えると思うんですよね。だからまあ朝もですね、なんか書類の受け取りを拒否すると言ってたのが急に書類だけを受け取らせてくださいと、こういう方針もちょっと電話で変わってきてますので、このあと今、12時なんですが、お昼の2時には、総務省の前で、届け出をしてですね、その前で記者の囲み取材も受けたいと思っています。以上です。今日変わったところで NHK から自国民を守る党党首が NHK をぶっ壊す。